どうもみなさん、こんにちは。アップロードチャンネルです。今回はこちら。一般者向けに iOS12.5.5 がリリースされました。今回はこちらを紹介していきます。この iOS12.5.5 のビルドナンバーですけれども、こちら。現在、どの端末にも12.5.5は入ってないので,で、こちら。設定画面からはお伝えできませんけれども、16H62 となっています。はい。で、更新内容についてを詳しく見ていきます。 このアップデートには重要なセキュリティアップデートが含まれ、すべてのユーザーに推奨されます。Apple ソフトウェアアップデートのセキュリティ問題については、以下のウェブサイトをご覧くださいとなっています。はい。いつも通りですね。はい。更新内容からして、特に機能の追加などもなく、セキュリティのアップデートとなっています。で、今までですね、機能が追加されたといえば、iOS12.5、去年リリースされたバージョンですけれども、 新型コロナウイルスの接触通知という機能が追加されました。こちらは、えー、iOS13 ですと iOS の13.5からだったと思うんですがね、はい、iOS13 で追加された機能が iOS12 でも使えるようになったといったアップデートでした。でこちらは新型コロナウイルスの、えー、陽性者の通知するといった機能になっています。 感染者が発生した場合に通知を受け取るといった機能になっています。で、日本ですと CoCoA というアプリがインストールされます。はい。でですね、こちら iPhone5S には現在 iOS が12.5.2が入っています。え、あれから全くアップデートをしていませんけれども、はい、12.5.2で現状脱走している状況なんですけれども、こちらの今回の iOS12.5.4 でも、 12.5.5でもおそらく脱獄できるのではないかなとは思いますね。はい。試していないので、一概に脱獄できるとは言えないんですけれども。はい。でですね、今回のこの iOS12.5.5 に至るまでなんですけれども、2年ですね、2年にわたってアップデートが行われてきました。セキュリティのアップデートですね。はい。ことの発端は2019年の 9月だったと思うんですけれども、iOS13 がリリースされた直後だったと思うんですが、iPhone5S や iPhone6 といった端末向けに iOS12.4.2 がリリースされました。そこから12.4.2で終わるのかなと思いきや、そこから iOS12.4.3、12.4.4ですとか、12.5ですとか、12.5.1ですとか、そういったバージョンまでアップデートが続きました。 で、今回、9月24日金曜日となりますけれども、今回、iOS12.5.5 がリリースされたということです。で、iPhone5S が今回発売から8年を迎えました。で、iPhone6 が発売から7年を迎えましたけれども、現在もアップデートが継続されています。非常に長いですね。はい。この iPhone6 もこのように iOS12.5.5 が降ってきていますね。 ですということで今回は iOS12.5.5 が既にアップデートが終了している端末向けにリリースされたといったお話をしました。最後までご覧いただきありがとうございました。